どうも、ティータナです。今日も名作文解説していきます。今日のポイントは仮定法過去になっています。サムネに書いてある通りの日本語の内容を先生が英作文書いてみたらご覧のようになります。ちょっと考える時間をあげましょう。よし、じゃあ中身の解説をしていきますね。今回ポイントが1、2の合計2つあります。最初ね、この部分は熟語になってて、can't help、動詞の ing 形で、これで必ず何々してしまうというふうな意味合いになります。これね、あ、なんでそうなるのっていうふうに疑問になるよ。ヘルプだって助けるとか手伝うっていうふうな意味じゃないのって。これ実は違うんですよ。まだもう一つ意味があって、それまで知っておけば余裕です。ヘルプっていうのはそもそも動詞の単品として、これ避けるっていうふうな意味がありますね。みんなも手元にある辞書で調べてみて目凝らしたら多分下の方に出てくると思うんだよね。よってもっと直訳ベースに覚えるんなら、ing することを、避けることができませんよっていうふうなニュアンスから、日本語っぽくしたら必ず何々してしまうというふうになります。参考書ベースではね、こっちの方の日本語の方出てくると思うんだけど、実際先生は自分の頭の中では直訳ベースの方でしか、覚えていませんね。何々することを避けることができて、よって一番最初の部分が I can't help feeling horrified、私は、horrified、恐怖、怖いとかいうふうなニュアンスなんだけれども、怖い感情になることを避けることができませんよというふうなのが最初になっています。では2つ目のところ見ていきましょう。これ I want のところに引っ張っているんだけどね、主語プラス過去かね、主語の S プラス後ろには動詞の過去形が来てるんですよね。これ通常だったら、ああ普通に過去形の話がなってんのかっていう風になると思うんだけれども、これ忘れちゃいけないのが、やっぱここだよね。今回仮定法過去についてやってるんだよね。仮定法過去っていうのは今書いた通り、主語プラス動詞の過去形を if の後ろに来てたら発動しますね、この文法が。で、さらに気をつけておきたいのが、仮定法過去って名前だけ過去になってるんだけれども、意味合いとしては過去の話をしてるのではなく今の話だね。だ今、まあもしほにゃほにゃならばみたいな意味合いになりますよね。ちなみにこのような表現のことを専門用語では重説と言いますね。なんなんならばの部分が、詳しくはね、仮定法のところ、仮定法過去とか仮定法過去完了とか、その辺を勉強している子ならちょっとピンとくると思います。一応ね、軽く触れておきますよ。ですので、ここの部分だけちょっと部分的に訳してみれば、If I were attacked by my baby's punch、もし私が、攻撃されたら、私の赤ちゃんのパンチによってというふうな意味合いになっています。じゃあここでもう一番大事なところは話し終わっちゃったんだけれども、次はねちょっと文構造について見ていきたいと思います。これね、一文でできてんだよね。一文でできてます。本当はね、なかなか長ったらしい英文を書くのってなんかこいつかっこつけてんなとか、あんまりいいイメージは持たれないかもしれないんだけれども、あくまでね受験勉強ということですので、いろいろとねみんながこんがらがっちゃうような文法テクニックをあえて詰め込むような形にしてますので、ここからねまたお話聞いてください。ご覧の通り、一番最初のここから始まり、一番最後のピリオド、ここにしかなくて全部一部に言ってます。じゃあ一体なんでなのかと見ていきましょう。最初は主語は愛だよね、当然。can't help feeling のところが動詞の一塊とみなしましょう。そして horrified はこれ形容詞なので C となりますよね。ここで SVC という一つの文章があります。で次に、when という接続詞がありますね。接続詞があったら必ず主語動詞来て、接続詞主語動詞みたいな、ハンバーガーみたいにねこう包み込むような形になります。
よって後ろにも当然主語が来て、イマージン、想像するというふうな動詞が来ますね。で後ろがちょっと難しいんだよね。How much damage there would be っていうふうになってて、これ実はここからここが一塊になっています。でこれがイマジンに対する目的語、目的語の塊になっているんです。でね、これ思い出せるかな、間接疑問文ってやつなんだよね。ちょっと書こうか。こいつの中身は間接疑問文です。間接疑問文っていうのは文の途中に、WH 施設で始まっている中身のこと。わかりやすいのだったらこう What とか、まあなんか他のものだったらわかりやすいと思うけど、今回ねちょっと How much が来るんでドキッとしちゃうかもしれないんだけれども、冷静に考えればその内容になっています。というのも中を見れば、How much プラス、形容詞とか副詞とかそんな風な使い方があるんですね。よってここで How much damage、どれだけのダメージっていう風に大げさな表現されてる、ね、ものすげえダメージだよって。じゃあ一体このダメージが何なのかっていうと、後ろに、There という風な主語があえて、Would be という風な動詞が入ってるんですね。中身見れば直訳したら There would be もそこにはあるだろうっていう風になってるよね。でここの what になってるのも今回仮定法過去のつながりの部分でもあるね。で would be の後ろに何もないからちょっと違和感出ちゃうかもしれないんだけれども、実はこの would be っていう風な塊が後ろの方に下がって、この damage のところにつながっています。よって when I imagine how much damage there would be のところを全体訳したら、私はものすごいダメージを受けることになるだろうってことを想像するっていうふうな日本語になります。ではまた次のところいきましょう。if がありますね。これも接続詞、どんどん文と文がつながっていくね。そして主語動詞 I were っていうふうな仕組みになってて、ここは先ほど説明した通りの文構造なのでもう説明はしません。で次行っちゃって、まあそうだな、 I was attacked が SV だとしたら、じゃあこの後ろの By my bear with 以下のところは一体どんな風になってんのなると思うね。わかりやすく切るんなら一旦ここで切れると思う。ここまで訳しやすいよね。私は私の赤ちゃんのパンチによって攻撃されるっていう風になっています。じゃあ後ろのこの Hundreds of times as destructive as one pound man っていうのは一体何なのと思うじゃん。これ実は比較級で、比較級っていうのはね、これ実は文としては形容詞または副詞として機能するんですね。赤ちゃんの声が入るね。よってこの Hundreds of times as destructive as one pan man っていうのが一つ手前の名詞のパンチを修飾してるんですね。形容詞として後ろから前の、名詞を修飾してます。これで完成しましたよね。じゃあ最後ね、全体読んで訳してこの動画終わりにしようかな。みんなもね、一緒に英語っていうのは言語なんだから、やっぱ発音して勉強していかないと意味がないし、なかなか成績も上がらないし、これはいろんな先生が同じこと言ってるので、ぜひね先生と一緒に声出しながら読んでみましょう。いきますよ。 I can't help feeling horrified when I imagine how much damage there would be if I were attacked by my baby's punch hundreds of times as destructive as one palmer。 で直訳別訳ね、私は、感じざるを得ません恐怖を、私が想像するとき何を想像するのって言ったら、半端じゃないダメージをそこにあるよって、
どんな時にダメージを負うのって言ったら、もし私が自分の赤ちゃんのパンチをもらったらと。しかもその赤ちゃんのパンチっていうのは、hundreds of 数百倍の destructive 破壊力があるぜ。誰の数百倍なのって言ったら、あの漫画のワンパンマンのね、なんだっけな、マジパンチって言ったっけね。これの100倍の威力ぐらいある赤ちゃんのパンチを受けたら、戦慄せざるを得ないよ。恐怖を感じるよ。まあそれはそうだよね。じゃあ今日はここまでになります。最後まで見てくれたみんなありがとうございました。バイ。